はい、どうも皆さんこんにちは、 TIE クランのプライスと申します。今回の話題なんですけども、なんと新武器ランページのこちら性能がですね、なんと YouTube 上に公開されました。で、今回はその性能値を紹介しながらですね、じゃあこの新しい武器ランページはスピットファイアと性能が似通ってるというふうに以前から言われていたんですけども、じゃあ果たしてスピットファイアとランページこちらどちらが強いのかっていうのを今回ね動画にて検証していこうと思います。で、今回の動画はですね、新しくその出た動画があるっていうふうに言ったじゃないですか。で、あちらの動画にですね、その武器性能が分かる全てのね映像が乗っかっておりました。ですのでね、今回はこちらをね、まあ、交えながらこのスピットファイアと比較して紹介していこうと思います。で、スピットファイアですね、まあ、ついにねシーズン0から続いてきたシャバでの生活が終わりまして、で、ついにキアパケ行きとなってたんですけども、まあ、ここではですね、まあ、スピットファイアという非常に扱いやすい LMG が消えてしまうこととなりました。で、ここでですね、まあ、代わりに新武器ランページ LMG が登場することとなりまして、これもまたヘビアモ武器であるわけですね。で、まあ、今回はですね、そんな2つの武器が果たしてどちらが強いのかっていうのを、まあ、こちらでね、まあ紹介していこうと思います。よろしくお願いいたします。はい、ではですね、まず一つ目に、両武器の、まあ、性能値比較ということで、今回はねこちらをまず、紹介していこうと思います。でね、まずこれ主に先行公開された新武器の映像から読み取れる様々な情報を集めた上でですね、その武器が果たしてランページがですねスピットファイアを超える武器になるのか、はたまた下回る残念性能なのかについて徹底解説していこうと思います。でね、この、検証する項目主に6項目に分けて今回話します。まず1つ目が DPS、 次に2つ目がリロード時間、3つ目が継戦能力、そして4つ目が弾数、ダメージ、リコイル、この6項目で測定を行い、これがどのように差がつくかっていうのを検証していきます。はい、ではまず1つ目にですね、ダメージパーセカンド、こちらね DPS については話していきましょう。で、こちらがですね、じゃあまずスピットファイアの DPS からいきましょうか。スピットファイアの DPS がこちらですね。はい、1秒間に与えられるダメージ、これの総数っていうのが、これスピットファイア162という値になっております。で次にこちらランページの、DPS なんですけども、こちらテルミットなしで Suited for medium to long range engagements. This is where you'll feel most comfortable with it, but in those rare cases you want to、はい、こんな感じで 168DPS が出ます。で、テルミットなしの時点でなんとスピットファイアをすでに上回っているんですね。で、次テルミットありだと Into a faster firing tank shooter. はい、こんな感じで連射速度が速くなります。で、こうテルミットありの場合だと、DPS は196と、あの本当にボルトと R99 に近しい性能になるわけですね。で、ただテルミットのチャージ時間がなんと4秒かかるらしいので、だからここインファイトに、まあ、急にねテルミットを装備しなきゃならないってなった時に、まあ、急には装備できないといった、そういった仕様になっております。はい、では次にねリロード時間について見ていきましょう。で、こちらはですね、カスタム、全カスタム、フルカスタム状態で、こうして打ち切りなしの状態で計測しました。で、まずですねスピットファイヤー、こちらがですね、で今からリロードします。はい、フルカスタム時打ち切りなしの状態で 2.4 秒リロード時間がかかります。それに対して、フルカスタムランページの場合はこちらです。Be a slower weapon, but it definitely makes up for... はい、という感じでですね 1.5 秒しかかかりません。めちゃくちゃ速いですね。で、1.5 秒っていうのが、ね、どれくらい速いかって、もうスピットファイヤーこれ打ち切れ時 3.2 秒かかるんですけども、まあ、それの約半分って考えると、まあ、めちゃくちゃ速いっていう話なんですよね。っていう感じで、リロード時間に関してもこちらランページに軍配が上がった形となっております。で、次に射撃時間、こちら継戦能力の話ですね。で、こちら、継戦能力何ぞやって言いますと、何秒間撃ってられるかっていう、そういった話なんですね。で、こちらですね、スピットファイアレート速いんですけども、ランページ結構レート遅いです。だからここも結構差が出てきています。ではまずスピットファイアから撃っていきましょう。はい、弾数50発で、5.7 秒撃ち続けることができます。それに対して、ランページはですね、こちら、まあ、全部撃ち切るっていう動画はないんですけども、一応こちらはですね、7.5 秒間撃ち続けることができます。だから例えばね、ゴシダメージ、まあ、近距離敵がいましたってなった時に、まあ、こんな感じで、まあ、スピットファイアが撃ち切った後もですね、なんとあのランページはこのプラス2秒間撃ち続けることができます。こう考えるとめちゃくちゃ強いですね。っていうのが、牽制能力の話で、こちらもなんとランページに軍配が上がりますと。はい、では次にですね、連射速度 RPM について話していきましょう。で、 RPM なんぞやって言いますと、1分間に打てる弾数の総数を、こちら数値化したものです。で、まず、こちらスピットファイアがですね、
まあ、こんな感じの連射速度でして、これ1分間に540発弾が撃てる計算となっております。で対してランページはテルミット装着なしの場合は360発撃てるようになっております。でこれテルミットを装着した際っていうのは420発撃てるわけですね。だから連射速度に関しては圧倒的にスピットファイアの方が上回っている形となっております。はい、明らかに速いですねこちらの方が。はい、で次にですね、じゃあこれ一発あたりのダメージ、これ胴体の値っていうのを話していきましょう。で、まあ、スピットファイアに関してなんですけども、スピットファイア一発あたりの胴体ダメージがこちら18となっております。で次にこちらランページ LMG の方なんですけども、一発あたりのダメージはですね、hits for 42 to the head, 28 to the body. はい、こんな感じで一発28ダメージとなっております。めちゃくちゃえぐいです。で一発28っていうのがどれくらいえぐいかって言いますと、こちらね、アサルトライフルで一番高ダメージが出るヘムロックですら一発20ダメージなんですよ。でこれ G7 は34ダメージなんですね。で G7 とわずか6ダメージしか違わずにこちら LMG として登場するって考えると結構えぐい性能値なんですね。これがいかにぶっ壊れてるかっていうのが分かるかと思います。でこんな感じで、スピットファイアとランページは約一発あたり10のダメージ差がある形となっております。では次にですね、リコイル制御について見ていきましょう。でこれスピットファイアのまずリコイル制御、このね、線を見ていきましょう。はい、スピットファイア拡張マガジンなしの状態でですね、このような、まず先左ちょっと行って急に右行った後めちゃくちゃ左に寄ってさらに右に行く、こういった結構極端な、左右の反動曲線を描いております。それに対してランページ LMG はこちらです。The recoil on the rampage overall is pretty controllable. Comes up to the left and back up again. You shouldn't. はい、こんな感じでですね、ランページ LMG なんとちょっと右にずれるだけで、それ以外は本当に素直な縦曲線となっております。それに加えてですね、連射速度が遅いために反動制御めちゃくちゃしやすいんですよ。だからこの反動制御に至ってもこちらランページ LMG に軍配が上がります。でプラスでですね、まあ、これ反動制御できることによって何のメリットが生まれるかって言いますと、中距離での打ち合いですね。まあ、この中距離での打ち合いに非常に有利になるわけですよ、ランページ LMG は。だからそういった点においては、まあ、こちらにスピットファイアただでさえ中距離持ち合えるんですけども、ランページ LMG 3倍スコープなどをつければ本当に G7 と変わらないようなレベルでめちゃくちゃ中距離の火力が出る形となっております。といった感じでですね、この6つの項目にて、測定を行いました。まあ、こちらに関してなんですけども、ランページ LMG マジで強いなだとか、まあ、そういった意見もしございましたらぜひともコメント欄にお寄せのほどよろしくお願いいたします。はい、では2つ目ですね、結局これどっちが強いのか、これについてまとめて、紹介していきましょう。で、まあ、それぞれの武器性能を見るとね、やはりスピットファイアとランページっていうのは似て非なるものという印象がつきます。やっぱりこの連射速度だと、まあ、あとね反動制御、まあ、様々な要因があって、で同じ LMGなんですけども、まあ、これ結構ね似て非なるものっていった感じです。でまたこれに加えてですね、扱いの感覚なども変わってくるためにですね、スピットファイアから移行するとなると少々ねこれ難易度が上がるわけですね。ではまずここで両者のそれぞれの項目ごとの勝敗を発表していこうと思います。ではね、まず左側がランページで右側がスピットファイアの軍配です。はい、ではまず1つ目の項目 DPS、 こちらはまあね、まあ、僅差ではあるものの、ランページに軍配が上がりました。しかもテルミットをつけると RQQ と同じくらいの、DPS が出るっていう、もう本当に驚異的な LMG となっております。では次に、2つ目ですね、リロード時間、リロード時間に関しても、こちら、しっかりですね、ランページ LMG に軍配が上がる形となります。やっぱりね、このスピットファイアフルカスタム時でもやっぱり 2.4 秒かかってしまうんですけども、こんな感じで、しかしランページ LMG はフルカスタム状態でなんと 1.5 秒、これはめちゃくちゃ早いです。で次に継戦能力に関してなんですけども、こちらも2秒という大差をつけてランページ LMG が勝利した形となっております。やっぱりね、これ打ち続けた際の2秒間って結構でかいんですよね。だからそういった点においてはこれランページ LMG ってめちゃくちゃ強い部類に入ると思います。だから次にね、連射速度なんですけども、こちらはね、まあ、しっかりスピットファイアに軍配が上がっております。やっぱりね、連射速度っていうのも結構大事な項目なんですけども、これに関してはね、まあそのね、テルミットを使った状態でも140の差をつけてスピットファイアが勝利した形となっております。やっぱ早いですね、スピットファイア、こう考えると。で次に一発あたりのダメージに関してはこちらも圧倒的にランページが勝っております。一発あたり10ダメージの差って本当にえぐいんですよ。で例えばこれね、
301カービンは、これね、スピットファイアと4しか変わらずに、またヘムロックとスピットファイアは2しか変わらないんですよ。でこれでも結構な武器差が出るんですけども、これ10の値ってなると相当えぐいんですよ本当に。でディボーションもやっぱり一発16と、でこれ12の値の差をつけてるんですね。そう考えるとめちゃくちゃ強い、グレーに入ると思われます。で最後にリコイル制御なんですけども、こちらに関しても、しっかりランページに軍配が上がっております。やはり連射速度が遅いっていうのがね、結構その勝因に絡んでいると思われます。やっぱりこうね、まあ連射速度が速いとどうしてもこうディボーションみたいにめちゃくちゃね、こう上に上がるんですよ。まあ、R99 もそうなんですけども、ただやっぱり連射速度が遅いってなるとね、結構反動制御しやすいんですよ。これオルタネーターと結構似ていますね、反動制御に関しては。まあ、こんな感じでオルタネーター非常に反動制御しやすいです。これと結構似通った形となっております。はい、といった感じでですね、現在この6項目を並べたうちのですね、まあ、スピットファイアが、まあ、勝利したのはわずか1項目、まあ、それ以外の5項目において、まあ、これ全てでランページ LMG が上回る結果となりました。でこんな感じでランページ圧勝となります。もう凄まじい差をつけて圧勝となりました。めちゃくちゃ強いですランページ本当に。で基本的にですね、これ新武器が、まあ、既存の武器性能を超えるという事例はですね、シーズン6のボルト以来なんですよ。でもしランページがリリースされれば、新しい武器メタとして多くのユーザーに愛される武器になることはもうこれ間違いないでしょうっていう話です。ただスピットファイア勢がもしランページに移行するとなった時、注意すべき点が2つあるんですよ。まずは腰ダメ制度についてなんですね。でこの腰ダメ制度についてなんですけども、まずね、以前のスピットファイアっていうのはその腰ダメ制度の高さから結構あのインファイトしても非常に使える武器だったんですけども、まあ、最近になってね弱体化されました。でしかしね、そう弱体化されたスピットファイア以上にもし腰ダメ制度が低かった場合にですね、その扱いになれるには結構時間を要するわけです。でまあ、そう2つ目が、連射速度です。スピットファイアっていうのはランページと比べて非常に速く、もしランページに移行するとなった際に最も違和感を覚えるのがこれ連射速度にある可能性があるんですね。そのためこれに関しても扱いになるのは結構時間かかる可能性がありますっていう話です。ただですね、まあ、このような様々な懸念点を度外視できるほど今回のランページっていうのは性能面から見ても結構強いです。そのため今後この武器が一強になりバランス崩壊しないことだけを、まあ、とりあえず願っております。そういったレベルで強いです。はい、といった感じで今回の動画は以上となります。もしこちらの動画参考になった、または面白かったって方いましたら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それでは今回の動画 TI クランのプライズがお送りしました。また次回の動画でお会いしましょう。それでは皆さん、バイバイ。